いつら逃げるぞ。奴らを追うぞ。スキッズはどこだ。誰か見てねえか。やったぞ。俺たちの勝ちだ。早く追うよ。逃がさないで。一人残らず殺すんだ。スキッズはどこに行った。みんな探してるが、どこにもいない。早く行くぞ。大丈夫だ、奴は絶対見つけてやる。ああリコン、よかった、来て。リッキー、どうした。アイアンマイクが撃たれた。いや、何サボってるんだ。釣りでも行かないかと思ってな。食い物がいる。なあ、見つけたか、お前の嫁さんを。見つけた、外にいる。連れてきたのか。ああ、あんたがいなかったら見つけることはできなかった。そらよかった。よかった。会ってみたい。お前が、あそこまでする女だからな。俺のエリザベスも。大丈夫だよ。あ、マイク。マイク。これを飲んで。いや、いらない。まだ。ほら、無理しないで。ディコン、俺は間違ってた。いや、そんなことない。まだ大丈夫だ、マイク。怪我さえ治ればなんとか。俺は間違ってたんだ。間違ってた。お前は。どんな手を使ってこのキャンプを守る。リッキー。うん、ここにいるよ、マイク。マイク。マイク。こんなことは言いたくないが、アイアンマイクは死んだ。そのマイクは民兵が引き上げるときにスキッズを止めようとして、いつもの調子で奴を説得しようとした。それで、ああうるさい、いいから黙れ。これは追悼なんかじゃない。マイクはそんなの望まねえ。俺らにそんな時間はないんだ。なぜなら今日戦った連中はあれで終わりなんかじゃない。まだいる。奴らは軍隊だ。キャンプには大勢嫌がる。次に襲ってきたら今度こそ皆殺しにされる。だがそうはさせない。こっちから先に撃って出る。ほら喋るな、静かにしなって。アイアンマイクはリーコンを信用したんだ。だからみんなは話を聞きな。いや悪い、無理だ。俺はアイアンマイクじゃない、ただのドリフターだぞ。そうなら出てく。違う、出てかない。見ろ、いいか、ブーザに俺の部屋に来いって伝えろ。
こいつを見てみろ。あるシェルターで見つけた。これって…ああ、トラックが必要だ。でかいダンプカーみたいなやつ。そこに書いてある肥料で満タンにする。硝酸アンモニウム。ああ、そいつをクレオソート400リットルと混ぜるんだ。肥料満タンのトラック爆弾ってことか。嘘でしょ。民兵は島を丸ごと要塞にしてる。洞窟の中には民間人、労働者、それに入隊を拒否された奴らがいる作業キャンプだってある。武器庫と守備隊はメインゲートのすぐそば。ここを叩けば大佐の民兵は終わったも同然だ。サラはどうする？サラは大佐がアークと呼ぶ洞窟にいる。でも奴らが仲間を殺さない保証はあるの？サラだって他の人も。それは保証できない。だが爆発で大混乱を起こすことができれば、その隙に俺が潜入してサラを連れ出す。でもうサラだけの話じゃないんだ。大佐は俺たち全員に宣戦布告した。しかも軍隊まで持ってるんだぞ。アイアンマイクたちはこの戦争の最初の犠牲者に過ぎないんだ。俺たちが早く撃って出ないとすぐにやられちまう。いい作戦だとは言ってない。そうだね、最悪だよ。ブーザーどうする？乗るに決まってんだろ。そっか。でも私らだけじゃ無理。そうだな、他に来るやつがいたら一緒に南ゲートを叩け、うん、爆発が起きたら敵は全員メインゲートに集まるからな、うん、オッケー、準備しないとね。むちゃくちゃなやつ。よう、どうだ。離れて。よう、ディグ。ああ。よう。なあ、これは何だ。あ、聞いてみな。このトラック、戦車みてえにでけえだろう。ああ。だったらマジで、戦車にしちまえってな。おい、すげえな。ああ、これ、もう使えるのか。じゃ、やってみる？行くよ。ああ、やったね。これはいける。あとは爆弾だ。肥料が手に入る場所なら知ってる。準備できたら連絡するな。分かった。ああ、クソ。ありゃフリーカーの大群じゃねえか。リッキーが来る前に何とかしねえとえらいことになるぞ。ブーザー、リッキーに伝えてくれ。ちょっと時間がかかるかもしれないって。途中にフリーカーの餌場があるんでな。そうか、リッキーと助けに行ってもいいが、どうする？あ、いや、いや、俺一人で大丈夫だ。心配するな。俺は一人の方がやりやすい。そう、分かった。それにリッキーから聞いたが、お前警備主任になったんだろ。キャンプの奴らに偉そうに命令したりして忙しいんじゃねえのか。俺も出世したもんだろ。だが、まあ、そしたら、そいつはどうなる。あと少しだけ。Thank you.
ちょっとだ。片付いたぞ。レッキーにトラックを運ばせろ。分かった。おいディク、後で見せてえもんがある。ああそれいい、楽しみにしてるぜ。じゃあな。それなんだ。リッキーが作ったんだ。バイクは乗れねえが、これでトラックなら乗り回せる。いいな。じゃあ、あっちに止めてくれ。わかった。よし。あ、くそ。それで十分だろう。よし、次はなんだ。クレオソートだ。準備できたら連絡する。クレオソート400リットルなんてどこにあんだ。知らない方がいい。